信長の野望大使水パワーアップキット。はい、ご視聴していただきありがとうございます。今回からね、新しい応援になります。信長の野望大使、ウィズパーキットですね。今回どこやろうかなって悩んでたんですけど、まあ、これ、週末にね、1回でね、1日でね、終わりにさせるようなところを考えると、小田原征伐の、北条家で、小田原一気にね、最初に攻め込まれるっていうのをね、を防衛していくっていうのをね、やっていきたいなと思います。我らの力、見るがよい。ね、志のね、確認ですね。開墾以外の農産業でも農地が増えるっていうね、いい志ですね。いい能力ですね。拠点の人口が増えやすくなる。籠城戦で部隊の防御力が上がるって、民地は上がるが、農民の収まる兵糧が減るっていうことですね。はい。表情で、軍事以外の施策力が多く獲得できる。軍事以外はね、いっぱいもらえるよってことですね。はい。じゃあ、軍事と他のもの何でも取ってもいいってことですね。表情で、武将が絶好調になりやすくなる。いいですね。内政70以上の武将10人。いいですね。労役免除の効果がある。これはね、やっちゃまずいですね。はい。軍事の方策の実行に必要な施策力が増えるっていうね。はい。ではね、これでね、やっていきたいなと思います。催命の方ですけど、これね、常にみんななんかよくや、常にこの追いや、常にやってますね、これね。はい。で、まあ、これをメインで使っていって、あとは、これ建築アップと、これかな？農兵精錬で、ね、農兵で頑張っていくっていうやつだと思います。まあ、なんだかんだ言って、大宴会がメインになってくる。大宴会と、農兵精錬。あと、これを使っていくような感じかなと思います。なので、タイムは常にずっとね、取り続けるような感じじゃないのかなと思います。工作図の方ですけれども、精鋭農兵があるので、でこれはなるべく早めに取っちゃいたいですね。そうすると、レベル3ぐらいの農兵をね、使えるようになりますのでね。うん。あと、兵糧も減るのもね、結構ちゃんとついてるんで、まあ、楽なんじゃないのかなとは思いますね。結構楽ですね。で、まあ、その場合、商業はすごい少ないですね。で、農業は、一応は、ありますね。たくさんね。なんか、いっぱいこっちのまで出てますね。はい。論言あんまりないですね。こう見ると、じゃあ、軍事と農業が、すごく、いいね、お家になるかと思います。あ、これ取れるんだ。いきなり取れるとか、かなりいいですね。じゃあ、進めていきます。我が志、必ずや果たしてみせましょう。まあ、豊臣からね、度重なる上洛の命にも従わずね、従属をね、先延ばしに続けていたってことで、まあ、従属はしませんよ。うん。よもやこのわしも、わしの命に、わしの命に背こうとは全くいい度胸しておるっていうことで、じゃあ背いていきます。ご命令を。はい、では、じゃあね。歩兵一気にやっちゃいましょう。これね、最初から城いっぱいあってね、強い上なのでね。できれば、10話ちょっとぐらいで、14話ぐらいで終わりたいなと思います。かしこまった。かしこまった。かしこまった。いっぱい後ろ持ってますね。それは国力2位なだけありますね。かしこまった。かしこまった。
しこもった。かしこもった。まあできれば5年ぐらいでね、終わりにしたいんですけどね。かしこもった。なかなか5年ってそこまで早くはいかないと思うんですけどね。不正選択でいらないのはどんどん撤去します。順天でもいらないね。自分で作り直すのがいいですからね。宿場町ぐらいいる。ここぐらいいる。あー、茶屋町あってもいいね。こんぐらいいらないね。で、あれですね。うん。これは作っといた方がいいんで、漁村はね、作っといた方がいいですね。かしこまった。はっ。承知いたしました。承知いたしました。はっ。あら、いっぱい漁村作れていいね。まだあと10万個も作れるの？承知。かしこまりました。はっ。承知。かしこまりました。承知。はっ。承知いたしました。お金がない。米売ります。米売ります。ありがとうございました。取引を行いましょう。開発で、あと4個。承知した。はっ。かしこまった。はっ。で、ほんのぐらいですね。はい。他にもなんか作れるものあるん、作りたいんだけど、お金がないよね、そんなにね。かしこまりました。はっ。かしこまった。ああ、ここぐらい取れるか。かしこまった。では、戦争吹っかけていきましょう。もっと米売っちゃってもいいね。もっと米売ろう。取引を行いましょう。ありがとうございました。まあ、あと適当になんか作ってくれるでしょ。戦争しましょう。こっちからだね。やっぱ弱いところからだね。どんどん攻めていきます。我らの力、見るがよい。我らの力、見るがよい。我らの力、見るがよい。あともこのぐらいまで攻めちゃっていいかな。我らの力、見るがよい。じゃあ行きますか。ここが1400持ってけばいいね。1400の3部隊。こっちも来んのか、めんどくさいな。じゃあ一緒にちょっと佐竹も攻めとこうか。我らの力、見るがよい。まあいいや、後で佐竹攻め込めば削れるでしょう。これが解除で4部隊持っておけばいいので足りるんでね。ことは足りるんで。で、武将はね、なるべく少なく行きたいんで。ここは2箇所考えたら3000持っていけばいいか。3200出陣するぞ。したら小田城ここ5000ぐらい持っとこうか。
これで5000ぐらい。4700。いいでしょ。します。で、これをとりあえずこっちについて。出陣する。で、抱え出したんで OK ですね。こっちも狙っとこう。1300。こっち4000ぐらいかな。で、兵士、4300、ちょうどいいね。4000出せるね。じゃあ、これで、行こうかな。出陣する。1600で出てくれるのはありがたいです。助かりますね。したら、なんかこっちがなんか出てきちゃったね。こっちな、何いるんだ、佐竹さん。6200、佐竹さんの潰す部隊も作っとこうか、じゃあ。こっちから行く、こっちから行く、どっちから行く。40日。こっちから行こうか。この辺ぐらいか。そうすると7200で来れるんで、これなら多分勝てると思うんですよね。じゃ、これで。出陣するぞ。あ。変、帰ったね。まあ、そのまんま。じゃあ、帰ったなら帰ったで。行くぞ。一応なんか出てきてくれるみたいな。出陣するぞ。7500で出てくるの？これ負けちゃうじゃん。負けちゃう。出てきたら考えよう。強行17日でいいですね。ここは包囲か。引き込めちゃったの、方位ですね。方位。106。で、帰っちゃったんだったら1300でしょ。2000残して。あれ、これ3部隊？ 4 部隊。じゃあ2部隊残して、あと返そう。これとこれでいいかな。で、あ、大丈夫だね。包囲してる状態になっています。こんな感じで、ね、進めていきます。報告します。二人入りましたね。ありがとうございます。かたじけない。農業。農地の少ないところから順にね、育てていきます。で、あとは。あとはもう自動で大丈夫なんですけど、まあ、自動で。は、あれやってなかったか、委任。委任やってないね。商業農業配属委任の、カスタム委任で、こんな感じでね。いつもこんな感じで委任やってます。たまに間違えるときあります。はい。じゃあこんな感じで進めていきます。強行77日。77日強行なんかしてられないよね、多分これ。これ表に出てくんなきゃダメなパターンだよ。じゃあ方位127日にして、攻め口何個だ？攻め口3個か。じゃあここにいる部隊。じゃ、北条さんのメインのやつを返そう。
包囲して、部分機場。これね、返します。で、ちゃんと包囲してるね。はい。あとは時間が解決してくれると思うので、進めていきます。我らの勝ちだ。勝ち時を上げろ。かたじけない。じゃあこっち進め。次にね、向かいます。違う。行くぞ。出陣するぞ。結局来なかったね。来るみたいな感じで言ってたのにね。強行22日、兵数的には大丈夫な、勝ってるね。うん。じゃこっちには、2300ちょっとぐらい。解除で。4部隊で。3000ちょっと、一応4000持っとこうか。進みます。行きます。進みます。大丈夫だよね。まだこっちのから出してないよね。残ってる兵ね。武将残ってるの大丈夫だね。報告します。表情を始めよう。はい、表情で、絶好調にかかりやすく、絶好調になりやすくなるってことですね。ロンミと、これ対名だね。軍事と対名かな？うん、これでいきます。これにて、表情を終わる。あれこれなんか光っ、取れないんだ。はい。これは、工場戦、これ取って、まず無難にこれ取って、無難にこの表情が減るやつ取って、無難に行こう。で、どんどんとね、兵糧がね、減るやつをね、こことかね、取っていきたいですね。ゲチよ。建築発展継続発展貯水はいいかな。この漁村を承知いたしました。毎月ね、毎月入ってくるのは重要ですからね。じゃあ承知いたしました。進めていきます。強行62日ちょっと時間かかるかな。出てきてくれるとね楽だったんだけどね、出てきてくれなかったからね、ケチだからね。この城もらい受ける。そしたら、こっち行けば出てきてくれる。でも負けるね。負ける。我に続け。4700で出てくる？いや。それはいかんでしょう。我に続け。これで引っ込むんだったらこっち行こう。うん。大丈夫だね。出てこないね。こっちは強行でいいですね。でこっちは、ほい。そっか、個別無人でほいでいきます。かしこまりました。かしこまった。
で、これは多分返すこともできないんだよね。兵が負けちゃうからね。今でギリギリですからね。そしたら、これが終わったらこっち行けばいいか。うん、じゃあここは残しておいて大丈夫だね。報告します。ゲチオ。特に、これ使いたいけど、まだ、対面残しておきましょう。商業。承知いたしました。じゃあ進めていきます。皆の者、我に続け。立ちはだかるなら、打ち砕くのみ。かたじけない。はい、ではね、こっち行きます。後に続け。立ちはだかるなら打ち砕くのみ。触っただけでもらいましたね。これは美味しいですね。そしたらじゃあ続けてこっち行っちゃおうか。我らの力見るがよい。参ります。進みます。なんかこっちからなんか援軍がなんか出てきそうな感じが見ましたね。だってからね。容赦はできぬで。ああ、ありがとう。これが積み重ねた年の功。したらもうこれちょっと、そうか、部分入場させればなんかいけそうだね。でも2部隊しかいないね。例えば、書かれちゃったね、兵が多く。多かったら書かれちゃった気がするね。これ3人武将いないと、ここ取れないもんね。これは返そう。で、じゃあ、ここに出そう。これでいいかな。3000いればいいね。出陣するぞ。行きます。出陣します。ん、行きます。出陣します。あ、こう重なっちゃってる。行くぞ。出陣するぞ。伊達はなんか出してきそうだね。伊達の様子をちょっと見ましょう。あ、伊達こっちに貸してくるってことね。ほう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 。いいんじゃないですか。じゃあ進めていきます。この戦、勝ちはもらったぞ。手を打とう。こっちの方に行こうかな。進め。あ、引っ込んでくれた。今度になったらこっちの方がいいのかな。C と B だと C の方が簡単に落とせるんでね。進め。じゃあ進めていきます。飽きないよう始めましょう。報告します。ご命令ください。はい。ではですね、歩兵の方をして、第1話はね、この辺でね、終了していきたいなと思います。とりあえず歩兵とかね、やっておきます。承知。じゃあこのぐらいかな。結構取れたね。うん。まあ1話でこのぐらい取れれば結構ね、優秀じゃないのかなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。